ミシェル・フィリップスはアメリカ合衆国の歌手、ソングライター、女優。1960年代の著名なグループ、ママスパパスのメンバーとして名声を得た。2021年4月現在、グループのメンバー中、ただ一人の存命者である。フィリップスはカリフォルニア州ロングビーチで会計士の母親、ジョイス・レオンと商船船員の父親、 ガードナーバーネット・ギリアムの娘として生まれた。彼女は一時的に父親が福音兵援護法により大学に通ったメキシコシティで育った。彼女はバンドを結成するずっと以前の1962年12月31日18歳の時にジョン・フィリップスと結婚した。1968年には後にコーラスグループウィルソン・フィリップスの創立メンバーとなる。 娘のチャイナ・フィリップスが生まれた。バンドの初期から、フィリップスとバンドメンバーのデニー・ド・ハーティの不倫関係は始まっていた。彼らは関係を長期間にわたり、他の二人のバンドメンバーに隠し通すことができた。メキシコへの旅行中、ド・ハーティがバンドメンバーのキャス・エリオットにそのことを打ち明けると、エリオットは激怒した。まもなく、ミシェルとド・ハーティの関係は、 ジョン・フィリップスの知るところとなり、彼はバンドが共有する家からミシェルと共に去った。ジョン・フィリップスはすぐに妻の元を去り、ドハーティと共に戻った。この頃から彼女とバーズのジーン・クラークの不倫関係が始まった。彼女が前列のクラークにキスを送ったコンサートの後、ジョンはもはや彼女と演奏するのは耐えられないと言った。弁護士のエイブ・ゾーマーと彼らのレーベル、 ダンヒルレコードの双方に意見を聞き、グループは1966年6月にミシェルを脱退させる公式な報告書を寄贈した。ダンヒルレコードの社長、ルーアドラーの当時のガールフレンドでシンガーソングライターのジル・ギブソンが彼女の代役を務めた。ギブソンがバンドでの活動2ヶ月半分の報酬を一括で受け取ると同時に、フィリップスは8月の終わりにグループに呼び戻された。 バンドは彼女の復帰後も問題を抱え続けた。ママスパパスは1971年にレコーディング契約のため短期間の再開を果たしたが、1968年7月には事実上解散していた。フィリップス夫妻は1970年に結局離婚した。フィリップスはママスパパスの楽曲中でも人気のあったクリークアレイや 夢のカリフォルニアなどの共同執筆者だった。1970年にはフィリップスはレナード公演のツアーにバックコーラスとして同行した。同年、彼女は俳優のデニス・ホッパーと8日間だけ結婚した。この結婚についてフィリップスはこう言っている。デニス・ホッパーと私は8日間本当に結婚していました。私の人生において最も幸せな日々でした。 1973年、フィリップスは、ダーレン・ラブと、チアリーダーとして、チーチチョンのシングル、バスケットボール、ジョーンズのボーカルをレコーディングした。この曲は、ビルボードシングルチャートで、最高15位まで上った。1975年、ミッシェルは、A&M レコードとソロレコーディングの契約を結び、元夫のジョン・フィリップスと書いた、宣伝用シングル、アロハルイをリリースした。 フィリップスは1976年に初のソロシングル映画走れ走れ救急車のサウンドトラック No Love Today を発売した。1976年8月24日、フィリップスはテレビトーク番組マイク・ダグラスショーで No Love Today を歌った。1977年にはジャック・ニッチェのプロデュースによるソロデビューアルバムビクティム・オブ・ロマンスが a エムレコードから発売された。アルバムからの2曲のシングルカットは、アメリカのヒットチャートを賑わすことはできなかった。同年、旋風のセカンドソロアルバム、ペイ・パック・フォローの1曲、ズール・ウォーリアーで、ジョンと最初の妻スーザン・アダムスの娘で女優のマッケンジー・フィリップスとバックコーラスを務めた。このアルバムは2001年になって、ようやくリリースされた。 l ールウォーリアーは2008年9月にリリースされたプッシーキャットにも1977年のオリジナルミックスバージョンが収録されている。1979年、彼女はカリフォルニアドリーミングのサウンドトラックフォーエバーをレコーディングした。1987年後半、フィリップスはベリンダ・カーライルの LP Heaven、On オン・アース、さらにカーライル最大のヒット曲、 ヘブニーズ、エイプレイスオンヤースでコーラスを務めた。1998年1月12日、彼女はママスパパスのメンバーと共にロックの殿堂入りを果たした。ミシェルは20年以上振りにベニード・ハーティ、ジョン・フィリップスと夢のカリフォルニアをライブで歌った。フィリップスはその後2000年にママスパパスとしてボーカルグループ殿堂入りも果たし、その時は ジョン抜きでデニード・ハーティと歌った。2001年3月29日、フィリップスはカリフォルニア州ハリウッドのロキシーシアターで催されたジョン・フィリップス追悼式典に参加した。ミシェルはスコット・マッケンジー、デニード・ハーティと共に2曲を生演奏した。他にはバリー・マクガイア、キングストントリオのジョン・スチュアート、マッケンジー・フィリップス、スパンキーアワー・ギャングのスパンキー・マクファーレン、 オーエン・エリオット・クーゲル、ビジュフィリップス、ショーン・レノン、タメル・ラン・フィリップスなどがライブパフォーマンスを披露した。ライブに参加しなかった300人の他の招待客の中にはママス・パパスの最初のレコーディングプロデューサー、ルー・アドラーもいた。フィリップスは1970年代から女優の仕事を始めた。1971年、デニス・ホッパーが監督した。 ラストムービーに出演。1973年、デリンジャーに出演。1974年、マーティンシーンとカリフォルニアキットに出演。1977年、バレンチノでルドルフ・ヌレーフと共演。フィリップスは大胆なヌードシーンを披露したが、ヌレーフと彼女の相性は最悪であり、ラブシーンの間、互いに平手打ちを食らわせていたという噂が立った。 彼女はスピンシティやシンスタートレックなど多様なテレビドラマに数多くゲスト出演した。シンスタートレックのエピソード字の狭間にでは彼女はピカード艦長がかつて愛した女性を演じている。近年では WB テレビジョンネットワークのドラマシリーズセブンスヘブンに2001年に1エピソード2004年に2エピソードリリー・ジャクソン役で出演した。しかしフィリップスは 最近のテレビ視聴者には、プライムタイムドラマでの二人の昭和ル娘の母親役で最も知られている。ノッツ・ランディングには、後に、デスパレートな妻たちに主演するニコレット・シェリラン演じる、ページ・マシスンの母親、アン・ウィンソトン・マシスン・サムナー役で1987年から93年にかけて、数シーズン73エピソードに出演した。1997年のテレビ映画版、 ノッツ・ランディング、バック・ツー・ザ・カルで作でも再度同じ役を演じた。そして1997年から98年にかけて、フォックス放送のビバリー・ヒルズ高校白書でバレリーの母親アビー、マローンを演じ、全く新しいファン層を獲得した。フィリップスは1970年10月31日に、デニス・ホッパーと結婚したが一週後に離婚を申請した。 1978年には、ラジオ局重役のロバート・バーチと結婚したが1980年に、再び離婚した。フィリップスは1982年に、第二子となる男児オースティン・ハインズを出産した。1986年、彼女は、自伝、カリフォルニア・ドリーミン、ザ・トゥルー・ストーリー・オブ・ザ・ママス・アンド・ザ・パパスを書いた。これは、元夫のジョン・フィリップスの自伝。 パパジョンの数週間後に出版された。自伝の中で、フィリップスは仲間のキャスエリオットに初めて出会った時の出来事や、バンドが無一文になり、アメリカに戻る飛行機代もなかった時に、バハマのクラップストバク27連勝したこと、彼女に未だに著作権使用料をもたらしている夢のカリフォルニアがどのようにして出来上がったか、それが、 彼女がこれまでに体験した最高のモーニングコールであったことなどについて書いている。フィリップスは完全に直射日光を避け続けてきたのが要因の一つと思われる若々しい外見で有名である。2007年1月19日のドハーティの死去により、フィリップスはママスパパスのオリジナルメンバーでただ一人の存命者となった。 彼女はカナダのノバスコシア州ハリファックスで行われたドハーティの葬儀で歌った。フィリップスは1969年8月9日にチャールズ・マンソン率いるカルト集団のメンバーに殺害されたシャロンテイト、アビゲール・ホルジャー、ジェイセブリング、ボイテク・フリコフスキーと親友だった。2006年にヒストリーチャンネルの番組、Our Generation デス・オブ・ザ・カウンター・カルチャーにおけるインタビューで、 彼女はこの殺人について話すのは未だに辛いと語っている。ありがとうございます。